ます。おはようございます。鈴木さん、今回またコメントが来てまして、はい、今回は高田純次さんについてぜひ聞きたいですっていうことがありまして。人気あるよね、はい、素晴らしいよね。僕はね、あの高田純次コンプレックスってあるんですよ、すごいですよ、はい、もうあの人に勝てない7つ上、7つ上なんですよ。でもまだ現役でバリバリでやってますからね、トップ3ぐらいにあるんじゃないですか、その年齢の高い活躍しているお笑い芸人で、はい、だからタモリさん、たけしさん、たけしさんと同じでした、高田さんは、うん、うん、すごいんですよあの人。意外とほら軽いから重鎮に思えないけど、すごいですよ実は。何がすごいってね、まあさんまさんと同じで、はい、表しかないんですよ。あのいい加減さはあれ作ってんじゃないんですよ、あのまんまなんですよ。ゴルフ一緒に行って、売店でねちょっと見てたんですよお土産。そしたら、あ、高田さん、これこの羊羹美味しいですよ。あ、本当、どのくらい持つ、500年ぐらい持つとかね、そんなこと言わなくたっていいじゃないですか。僕なんか真面目だからさ、あ、どう、関根さんどうですか成績って、まあ、まあまあ そうでもないですねとかね、どのくらい飛ぶんですか、いやもう僕そんなに飛ばないですよ、200ショットですよなんて。で高田さんは、高田さん飛ぶの、僕300ぐらい飛ぶかな、2打で。あと今日どうでした、そこそこですよ、あれそこが2つで最悪だくだらない、勝てないわ俺あのくだらなさに。それでさ、最近さ物忘れが激しくてさつって、俺と小坂君で回ってる時、小坂君が膝ついた話があるんですよ。あのさ、この間さ、お母ちゃんのさ、おっぱい揉んでる時にさ、俺なんで俺揉んでんのかなと思っちゃったのよつって、小坂君膝ついてもくだらねえつって、さんまさん主催の東西お笑いコンペで来てたわけですよ。それでね、フロント行ったら、すいませんお忘れ物ですと、携帯電話、じゃあ後で持ってきて、誰かやると思いますって言って、でパーティー会場にもう皆さんがいるところに、ゴルフ場の人が、この誰かお忘れになりましたかって言ったら、高田さんが、あ、俺と同じやつだからさ、俺が操作わかるから調べてあげるって言って、ペッ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 、俺のだって言ったのまずさ、同じ色で同じ方だったら俺かなってなんで思わないのかなと思って、もう呆れたよ。それであの僕とめぐみくんと高田さんで男3人ブラチンなんとか旅っつってさ、スケベの番組やってたんですよ。いろんなとこ行ってエロい話ばっかり聞くわけ。今だったらとてもできない深夜だけどね、あまりにも、まあ、そこが面白いんで、はい、あのそれ OK な女の人を用意しましょうっつって、はい、一般のそのブティックの人とかだとそれやっちゃうとダメなんで、はい、そう仕込んでたんですよ、はいはい、まあそういう番組だからね、はい、うん、高田さんあそこにいますよっつって、高田さんスーって言っても、いやちょっとさ、いやここの3人って言われましたよっつって、いや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 違う人だよっつって、好みじゃなかったからスルーしようとしてんのひどいでしょ。で俺とめぐちゃんで、まあ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 つってカラオケ行って、そのスケベな話とかさ、いろんな話って、高田さんも上の空よ、興味ないから。それで競馬中継があるっつってさ、行っちゃうんだからテレビ見に、いやいやいや関根ちゃん怒っちゃうかな、うん、え、当たったんですか、当たんなかったの適当なんだからもう打ち上げみたいなのがあって、はい、銀座の裏の方だったんですよ、はい、夜中の2時ぐらいに、はい、それであのめぐみくんがマネージャーの、車でバーって来て、高田さんっつって、高田さん送ってきますよどっかまでっつって、いいよ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 っつって、はい、いやあの大通りまででもせめて送ってきましょうっつったら、いいのいいのいいの、俺ねそこの角でね、あの北方健三待たしてんだよっつって最高でしょ。めぐちゃん笑っちゃって、あんな返しする先輩いないっつって要するにもう安心してもうされるっていう、はい、いいよいいよっつってもやっぱり先輩だからってこう気使うけど、はい、北方健三と待ち合わせしてんだって言われたらさすごいでしょ、は
だからコンプレックスあんのよ俺そういうこと言えないから、そのマジになっちゃうから、その帰りとかだったらさ別にいいよいいよいいよってそこでギャグ言えないもん。あの人言えんだよ。だからあの人はあれそれが普通なの。それでさこの間もさ何年か前にさ『じゅん散歩』でさ、あれここがなのにいろんな、あ美味しいのつって、あそうんつっておすすめなんですかさ、カレーがうち美味しいんですよ、本当じゃあそれもらおうかなってバーってこうってこう食べてて、で1分ぐらい食べててからこれカレー。あんなねボケできない、唯一無二ですよ。すごいな、誰も後継げない、芸人でもないしね、はい、俳優からだからね、はい、そうですね、うん、でもうかっこよくてね、あれが憎めないの、顔がいいのがね、はい、だからまたねかっこいいんですよ。この間もね、お先輩、お高田先輩、先輩さん、何責任後輩とか言ってどうなんですか最近夜の方は。もうあれなのよ、もう角度がさもう45度になっちゃってさ嘘ばっかり言ってんだから、もうもうバカなんだよあの人。あとくだらないのがさ、いやいやいや机持ち上げちゃったね。それとね、あの2時間番組収録するでしょ約、はい、最初の15分めっちゃ飛ばすのよ。それで途中寝てんので、後半の10分でもう一回やるの。だからテレビ見てる人は、はい、まあまあ活躍してるように思う。うまいのよポイントの取り方が。あのさんまさんが呆れてたから、いやもう全部なんかもう分かってんだけど笑っちゃうんだよなっつってさんまさんも、さんまさんも笑っちゃうっつってた。もう軽いわなっつってた。この間もね、僕は大阪のね、はい、上沼恵美子さんとやってる番組で、はいはいはい、もう上沼さんがもう笑いながら怒ってたもん。もうやめなさいっつって、なんかずっとおしっこの話してるの。もうくだらないんですよ。それで俺が受けすぎたもんだから、はい、他の若い芸人が淳二さんは甘やかしすぎてるって俺が怒られた。そんなに関根さんがウケるから調子に乗るんだって言って、いや俺ツボハマっちゃうんすよ。あとねもうひどかったのがね、赤ちゃん見て、あれ可愛いね、女の子、いや男の子なんですよ、だと思ったって言っちゃう。まあ出てこないなあんな人。高田純次さんの、あの調布だったんですよ、年齢的に。あの3億円の犯人と年齢が近いんですよ。その時になんか高校生ぐらいだったのかな、そのローラー作戦ですごい質問されて、なんかちょっと怪しまれたって言ってました。なんか顔もちょっと似てるんじゃないかって、若い子、そう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 、本当にねインチキな人だけど憎めないな。もうこれからもどんどん活躍していってほしいですよ。そもそも一番初めの出会いって何なんですか。いや僕はねよくわかんないんですよね。高田さんはね、あの29歳ぐらいまで宝石鑑定士やってたんですよ、はい、それで30歳の時に東京乾電池をやるってことになった時に、はい、高田さんはまあああいう人だから自分が一番年上だから社長になって彼らを働かせて儲けようと思ったらしいんですよ。そしたら劇団員だっての後で聞いて辞めなきゃよかったと思ってました。だって給料が相当あったわけですよ宝石鑑定士で、もう当時で30万とかあったらしいんですよ月給が。だからすごかったらしいんですよ。それがもう劇団員になったらゼロですからね。そういった意味では根性あるよね30から。だから芸能界入ってきたのは僕よりも後なんですよ。ただやっぱ先輩だしね。でも僕の場合やっぱり年齢的に先輩だから、もうそういうの関係なく、もう高田さん高田さんって言ってますけどもね。まあとにかくあそこすごかったですよね、元気が出るテレビでは。ああそうですね、もう高田さんのもう独壇場だったもん。俺一番びっくりしたのがやっぱりあれだね、自分で見てて、あ俺はできないなと思ったのが、清川虹子さんの指輪、はいはい、
これ私が一番ね大事にしてる一番高いのよ。あなた鑑定士でしょ、ちょっと見て。はいはい、見てみますよ清川さん。はあ、これですか。はあ、へえ。だ清川さん、あんた何してんのよ。大爆笑。喜劇やってたし、はい、お笑いもやったし、それから女優もできるし、はい、マーロンブランドとキスしたって自慢もしてるし、だからやっぱり人生的、これも森光子さんのはできないよね、やっぱりちょっと大原玲子さんとかシャレにならないからその辺のね見極めもすごいよね。ナンバーワンだね僕の中では高田さんの事件では。あんな大先輩のね一番大切にしてる指輪を口に入れるってね俺にはできない。すごいですね。だってねタモリさんがロケしてたらしいんですよ、はい、何かの時に、はい、でバスでそしたら高田さんが来て、タモリさんタモリさんって言って、はい、タモリさんに話しかけてきたんだけど、はい、あまりにも内容がなくてあまりにも軽薄なんでタモリさんはね心配になっちゃったんだって。おこんな年齢でこんな軽薄でいいのかって